時には50%で反発しますし、時には78.6%だったりと、反発や反落が起こる水準というのはバラバラです。そこで重要になるのが、という考え方です。 はい、皆さん、こんにちは。今回の動画のテーマは、初めてのフィボナッチ。フィボナッチの引き方と、押し目の見極め方についてお話をしていきたいと思います。フィボナッチとはそもそも何なのかというところから、なぜ相場で意識されるのかという背景の部分に触れながら解説をしていきますので、フィボナッチと相場の関係の理解を深めつつ、ツールの使い方や押し目の見極め方を学べる内容になっています。フィボナッチを初めて学ぶという方はもちろん、フィボナッチを使って、押し目を見極める方法を知りたいという方は、ぜひ動画を最後までご覧ください。 それでは早速本題に入っていきましょう。まずはですね、フィボナッチはなぜ相場で意識されるのかという点についてお伝えをしていきたいと思います。このフィボナッチというものですね、厳密に言うとフィボナッチ比率やフィボナッチ数というふうに呼ばれたりするんですが、皆さん黄金比という言葉を聞いたことがありますでしょうか よくこのような図で示されるものなんですが、これ縦と横との長さの比が1対1.618になっていますで。このような比率のことを黄金比というふうに呼びますで。この黄金比なんですが、自然界の多くの場所で見られます。例えばこの写真はオウムガイと呼ばれる貝の種類ですが、この貝殻の形状ですね。 寸法って言ってもいいかもしれませんがこの螺旋構造が黄金比に収まっているという風に言われていますそれから天の川ってありますよね宇宙の中にある天の川銀河と呼ばれる銀河の渦の部分にもこの黄金比が現れているという風に言われていますまた人間の顔にも黄金比は現れているという風に言われていますよくですね世界で最も美しい顔100人みたいなランキングが発表されたりしますけどもあのように一般的に美しいと呼ばれている人たちの顔の中にも黄金比が現れている ことが多いというふうに言われていますそれから人間が美しいと感じるものの多くにはこの黄金比が現れているというふうに言われていますえ例えばこちらの作品これ絵画の中で最も有名な作品と言っても過言ではないと思いますがモナリザという作品ですよねこちらの絵の構図に注目してみるとこのように黄金比が現れているというふうに言われています それからエジプトにあるピラミッドですが、このピラミッドの側面の部分の三角形に注目すると、この三角形の高さと底辺の半分、この比率が黄金比になっているそうです。それから芸術作品としてもう一つ有名なこちらの作品。これはミロのヴィーナスと呼ばれているものですが、この頭の先からおへその部分までの比率と、このへその部分からつま先までの長さの比率が黄金比になっています。 それからトランプ大統領の神が、さてこの1.618という黄金比なんですが、この数字はフィボナッチ比率とも言われています。フィボナッチ比率というのはこれ以外にも存在し、例えば23.6%、38.2%、61.8% 38.、61. 78.6%、こうした数字がですね、相場でも意識されているというふうに考えられています。例えばこちらはドル円のチャートですが、こうした反発の起点を見ていくと、フィボナッチ比率のところで反発していることがわかります。 ではなぜフィボナッチ比率はこのように相場の中で意識されるんでしょうか先ほど見た黄金比というのは自然界の至るところで現れる数字であり、自然界に生きる人間の活動もその影響を受けているというふうに考えることができます。相場というのも人間の営みであることには変わりありませんから、自然界のこうした法則の影響からは免れられない。その結果としてフィボナッチ比率が相場の至るところで意識されているというふうに僕個人は見ています。 そしてこのフィボナッチ比率を用いて相場の押し目の目安を測るツールがフィボナッチリトレースメントというものです。具体的にはフィボナッチ比率である23.6%、38.2%、61.8% 38.、61. 78.6%に半値を表す50%を加えた比率で押し目の目安を測っていきます。 実際にチャートの動きを見ていきたいと思うんですが、まずは先ほども表示したドル円のチャートですね。2024年の年初からの動きを4時間足で表示しています。ここの上昇の部分のその後の押し目形成のところを見てみると、この38.2%のところで反発していることがわかると思います。そしてそこからの反発で直近の高値を超えた後の押し目の動きを見ると、今度は50%からこの61.8%の水準のところが反発の起点になっていることがわかります。 続いて株価を見ていきたいと思います。アメリカの株価指数で最も代表的な指数と言われる S&P500 の冷やしを表示しています。2022年の10月以降のデータを表示しています。はい。まずはここの部分の上昇の動きに注目して、このようにフィボナッチを引いてみると、ちょうどここの上昇のこの50%のところが反発の基準になっていることがわかります。 はい。続いてこの反発の動きに同じようにフィボナッチを当ててみると、今度はこのブルーのラインですね。78.6%のラインが反発の起点になっていることがわかります。で、今度はチャートの右側の大きな上昇のところを見てみると、このようにグリーンのラインのところですね。この61.8%のところが反発の起点になっていることがわかります。 それではですね、フィボナッチリトレースメントの引き方とコツについてお伝えしていきたいと思います。まず引き方の基本なんですけども、これは任意の高値と安値を結んで引くということになりますで。チャートツールにトレーディングビューを使っている方は、このチャートの左側のところのメニューバーのところから、この上から3つ目のところですね、こちらからフィボナッチリトレースメントを選択します。任意の高値と安値を選んで、それを結ぶような形で引きます。で上昇に対して引くときは、このように安値側から高値側に対して引きます。そうする するとこの上昇の動きに対して何押した水準かというのがこのようにレベルラインで表示される形となります下落の場合に関しては同様に任意の高値と安値を選んで今度は高値側から安値側に対してこのように引きますはいそうすると例えばここの部分の下落に関してはこの下落で安値を更新した後に61.8%の水準まで戻った後に再び反落して再度安値を更新する動きとなったと いうことがわかります。それでは次にフィボナッチリトレースメントを引くときのコツについてですね、3点ほどお伝えしていきたいと思います。まず1点目なんですが、これは相場の大きなうねりに注目して引くということです。先ほどですね、フィボナッチを引くときには、任意の高値と安値を結んで引くというふうにお伝えしましたが、引くときの視点と終点が変われば、フィボナッチのラインも変わってきてしまいます。例えば、ここの安値とここの高値であったりとか、えー、もしくはですね、ここの安値とここの高値じゃダメなんですかというふうに思った方もいる と思います。でそういう弾き方もあるにはあるんですがえ相場というのはですねこのようにうねりを形成しながら動いていきますのでまずはこの大きな塊の動きに注目して弾くということが重要ですこれはフィボナッチに限った話ではないんですが相場の動きをですね大まかに捉えていって対局の動きであるとかそのリズムみたいなものをつかむのって非常に重要ですですですので今お伝えしたようにまずはこの相場の大きなうねりに注目して弾くということを押さえてください 相場の大きなうねりを見ていく際に重要になるのが、スイングハイとスイングローを使って見ていくということになります。スイングハイとスイングローというのは、今こちらの図に表示している通り、左右のロウソク足の高値や値と比較して、最も高い高値最も低い安値のことを言います。これらの高値や値というのは、大口投資家の大きな注文によって形成された高値や値ですので、スイングハイローを使うことで、相場を動かしている大口投資家の動きに追随しやすくなるというメリットがあります。 スイングハイローに関しては詳しい概念をこちらの動画の方で説明していますので、ぜひ合わせて視聴してみてください。また、スイングハイローを表示するインジケーターについても概要欄に載せています。そして3つ目のポイントが、高値更新や安値更新の動きが出たら、今度はその細かい動きに対してフィボナッチを引いて、押し目や戻り目の候補を測っていくという方法になります。 今、ドル円の冷やしチャート、2023年7月のデータを表示しています。ここにスイングハイとスイングローを表示している状態です。まずは一つ目のポイントでお伝えした通り、相場の大きなうねりに注目していきます。今回の場合を例にとると、このような動きが発生していることがわかると思います。 今回ここの部分の動きにフィボナッチを引いてみましょう。そうするとこのように38.2%から50%のところで反発していることがわかりますので、今度はここの動きに注目するために4字干心の方に切り替えていきたいと思います。先ほど冷やしで見た反発の部分を4字干心で見ると、このような上昇トレンドが発生していることがわかります。そして次にここの上昇の部分に対して、この起点から直近の高値のところまでフィボナッチをこのように引きます。 そしてこの上昇の動きに対する押し目がどの辺になるのかを観察していくといった具合です。この後の動きを見ていきましょう。そうすると今回の場合はこの上昇に対して ちょうど78.6%のところですね。この水色のラインのところになりますが、ここが押し目となって再び反発していったということがわかります。このようにですね、まずは相場の大きなうねりに注目して、反発や反落の動きが出たら、その反発や反落の動きに対して、今度は小さい単位でフィボナッチを当てていって、押し目や戻り売りの水準を把握すると。というのがフィボナッチリトレースメントの引き方のコツになります。 それではここからは押し目の見極め方について解説をしていきたいと思います。まずそもそも押し目とは何ぞやというところなんですが、押し目とはこのような上昇トレンドにおける一時的な下落の部分ですね。戻り目に関してはこのような下降トレンドにおける一時的な上昇の部分のことを言います。で相場っていうのは一直線には動かないで、このようなジグザグを描いて上がったり下がったりします。ですのでここは最も基本で最も重要なポイントなんですが、 動動きき安値更新ししたにに対してフィボナッチを引くとということになります先ほどですね、任意の高値と安値を結んでフィボナッチを引くというふうに言いましたが、ここでは押し目戻り目を見極めることが目的ですので、高値更新した動き、安値更新した動きに着目してフィボナッチを引くという点に注意してください。そして押し目の見極め方なんですが、フィボナッチ比率が相場の中で意識されるということは、ここまでの例を見ていただいて分かったと思いますが、実際にどの比率で反発するか、 反落するかっていうのはわからないわけです時には50%で反発しますし時には78.6%だったりと毎回毎回ですね反発や反落が起こる水準というのはバラバラですじゃあどうしたらいいのかフィボナッチが相場で意識されていることは分かったけれどどうやったらこれを使って押し目を見極められるのかという点なんですがそこで重要になるのがプライスアクションという考え方です プライスアクションっていろんなところで聞く言葉だと思うんですけど、一言で言うと高値安値の推移の仕方のことです。相場にはトレンド相場かレンジ相場の二つしかありません。で、これを振り分けるのは高値と安値がどう動いているかです。トレンドというのは上昇トレンドであれば高値と安値の切り上げが続いている状態のこと。レンジは高値も安値も更新しない相場のことを言います。 はい。ですので、フィボナッチの押し目候補のゾーンで、そうしたプライスアクションに変化が起きるのを見ればいいということになります。そして一般的には、フィボナッチの61.8%から38.2%のゾーンで、押し目戻り目が収まることが多いので、このエリアでのプライスアクションを注意深く見るということになります。 ちなみにですね、なんで38.2%と61.8%に押し目が収まることが多いんだと疑問に思った方もいると思いますので少し補足をすると38.2%と61.8%は足すと100%です。で 38.、38.2%に先ほどの黄金比である1.618をかけると61.8%になります。で、今度は61.8%に1.618をかけてみてください。そうするとほぼ100%になります。 つまり38.2%と61.8%はこのような黄金比になっているということです。動画の冒頭で自然界には黄金比が多く現れている。人間が美しいと感じるものには黄金比が現れているという話をしましたが、やはりこの水準まで押してくる、戻してくると人間心理的に心地よいというか、いい塩梅まで下がってきたからそろそろ買おうかなといったような心理が働きやすくなるんじゃないかなというふうに僕は見ています。さらに黄金比に黄金比をかけてみると、 答えはコメント欄を参照してください。ではどのように見ていくのかというと、今回は押し目を例にとって説明していきたいと思いますが、押し目の形成というのは上昇トレンドの合間に発生する一時的な下降トレンドであるわけなので、 トレンド方向に沿って押し目で買っていくには、この一時的な加工トレンドが終わったことを見分けられればいいわけです。で、先ほどのトレンド相場とレンジ相場の例に戻ると、相場にはこのどちらかしかないんですから、加工トレンドからレンジになったところ、加工トレンドから上昇トレンドに転換したっていうことが分かれば、そこが押し目だということがわかります。なので、それを監視していくということになります。はい。では、ここまでの内容を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。 先ほども紹介したドル円の4時間足、2024年年初の動きを表示しています。はい。この140円の60のところからこのような反発の動きが出ましたので、まずはこの動きに対してフィボナッチを当てます。そして先ほどお伝えしたように、一般的に押し目というのは、この38.2%から61.8%の水準で収まることが多いですので、ここのゾーンでプライスアクションを見ていくということになります。少しロウソク足の動きを進めたいと思います。 はい、今この赤の四角で囲ったゾーンに到達しましたので、ここからの細かい動きを、貝足の一時監視で見ていきたいと思います。一時監視の様子です。現在このような動きが進行中ですので、まだ一時監視のこの下降トレンドですね、下げ止まっているとは言えない状態です。この後の動きを見ていきます。 このようなレンジ相場が形成されていました。はい。今この青の平行線で示したところですね。このスイングローとこのスイングハイの間で高値安値がとどまっている期間っていうのが続いています。つまりレンジ相場です。そして今このレンジの上限をブレイクしてくる形となりましたので、この1時間足の下降トレンドが下げ止まってレンジを形成して、そこからレンジの上限をブレイクして、このような上昇トレンドに転換していることがわかります。この後の動きを見ていきましょう。 はい。このように上昇継続となりました。相場の動きの基本というのは、下がる、止まる、上がる、または、上がる、止まる、下がる、なので、その基本通りの動きということがわかると思います。はい。それでは先ほどの動きの続きについても同様に見ていきたいと思います。再びドレ円の4時間足の方を表示していますが、ここからの反発の動きで高値を更新しましたので、今度はこの動きに対してフィボナッチを当てていきます。 そしてまず監視するのはこの38.2%から61.8%のゾーンですね。ここでの動きというのを確認していきます。はい。で、前回は38.2%のところで反発しましたが、えー、これは場合によってはこの78.6%ぐらいのところまで下がってくるという可能性もありますので、このゾーンで押し目が形成される気配が確認できなかったら、次は78.6%のゾーンで見るというような形で進めていきます。一時間視でこの後の動きを見ていきたいと思います。 今、ここの高値とこの安値の間でレンジになっていることがわかりますでしょうかつまり今はこういうレンジ相場ができているということになります。この後の動きを見ていきましょう。はい、今ここでレンジをブレイクして、その後、このレンジの上限まで戻して、そこから再び反発が始まりました。はい、ここに控えていた直近の高値更新しましたので、上昇トレンド継続という形になっています。 今回の例もですね、一つ目の例と同様に、まずは下げるという動きが出て、そしてその後にレンジ相場を形成して、そこからレンジをブレイクして、上昇トレンドに転換していくという、この下がる、止まる、上がるの形になっていることがわかると思います。ということでですね、フィボナッチリトレースメントという道具に加えて、プライスアクションという料理でいうスパイスみたいなものをですね、加えることで押し目を見極めやすくなりますので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。動画の内容が参考になったという方は、高評価をいただけると、次回以降の動画 作成の参考になります。また押し目買いに関してはこちらの2本の動画でテクニックや注意点を解説していますので併せて視聴してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。